ラクーンシティ、ラクーンシティ警察署にてお腹のスキンをまざまざと見せつけていく、ジュリーですね、今日の。顔の部分はジュリーにしております。はい。で、このリージョン君、リージョンちゃんか、が、めちゃくちゃに強化されると、開発者アップデートで来ましたので、今日は記念に使っていこうと思います。で、ちょっと、今当てられちゃったけど、この狂乱当てたら、2回目狂乱当てるために走るじゃないですか。あれが足速くなると。3回目、4回目と、どんどん加速していく。そんな感じのリージョンになるらしいんですよね。どれぐらい速くなるかは、まだわかんないけど。うん。まあ、単純強化する。ねえ。ほい。これで。おお、しなやかなヒット。あら。珍しいパークをつけてらっしゃる。そこのしなやかな人。OK。はい、でそのどんどん足が速くなっていって狂乱5発目5回目か5回目当てたら倒れちゃうみたいなねそんな感じの仕様になるらしいですっていうのが1つ目の強化でよもう1つが今回アドオンで狂乱の後のアウアウを短くするようにしてるんですけれどもそれぞれ 0.4 秒 0.6 秒短くなると合計1秒短くなるんですがそれがデフォルトになるみたいですよっからここでうん常にこの速さで狂乱終了から抜けられるようになるとだからねこの今つけてるアドボンは効果変わるんじゃないかなと思ってるんですよねあ今ちょっと旋回で負傷ブーストを少し無駄にしてくれたんじゃないかあんまり距離が離れてないあ自分で距離を離してしまいましたオッケーよっしゃそうそんな感じの強化がありましただから今レアアドオンとベリーレアアドオンをつけている状態がデフォルトになるからそりゃ強化よねもう強化よって感じや強化と言わず何と言おうさらに、このちょうど今血の共鳴が効いて、しなやかなザリーナが疲労状態になったのでしなやかではなくなったんですけど、さらにね血の共鳴出血もするんですけどねザリーナが今めっちゃ血ドバドバ出てる状態になっててそれの効果が変わってなんか出血中に中途半端に治療するとペナルティがあるみたいな効果にあるみたいですねこの人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 も行こうか、はい、これは天秤の人狙いたいな反乱天秤強いわこっち行ったよね今よしあれ重程度ちゃうスティーブが下行ったように見えたけどもうとっくに向こう行ってたかあ、まあ、この人でもいいかこの辺もいたないそっちもなかったああるわあるか弱いねんな。オッケーオッケー。よっしゃ。オッケー。で、これでこの人釣りと。そう、あと、おしゃれなアップデートとして、今もミックステープ1つつけてますが、ミックステープ系のアドオンをつけていると、チェイスの BGM が変わると。そういや、リージョンってさ、そもそも専用 BGM、チェイス BGM なかったよね。あれってデフォルトのチェイス BGM も追加されるしミックステープのアドオン使った時はそれが変化するしミックステープによってさらに曲が少し変わるとかもあるんかないや3人と思ったといいよし新曲いっぱい追加されるんやったらめちゃめちゃ楽しみなんなら新曲 DLC で売ってくれてもいいぐらいなんやけど今反乱映ったぞ反乱の人襲ってみようこの反乱の強さサバイバー側はさオーラ見られてるって見られてるってねわかんないよね、うん、ディストーションでもつけてへん限り分かれへんと思うからこっかな痛い痛い痛いそこが強いなというふうに
ちょっと土の共鳴聞いてたっけ。カランケル倒せた。よし。で、この人を。はいはいはい。ここ行こうかな。オッケー。よし。んで、行こうかな。でんで。んで、いない。どこだ。ここか。ここかではない。発電機の中にはいない。入れんのはいたてだけや。ここを向こう行ってて、この人単純に襲うか。天秤もあるけどね。よっしゃよっしゃ。上から行って、はいはいはい。着地硬直あるから、これで一発殴れるっしょ。よし。ふっ。あ、向こうに二人。なんだ、この人が救うしかなくなる。襲えるな。で、お、あ、あ、ちょっと反応遅れた。で、こっちは3秒しかスタンしないので、よしよし。今のはこの人、デビキンにも狂乱当たらないようにボディーブロックをしたんやろうけれども、僕が狂乱解除、何？おった、今しなやかな人おったよね。あの、僕が狂乱解除を、するのに対しての反応がちょっと遅れたからね、すぐに切れました。よかったよかった。よっしゃ。で、この最強板壊してね。こんなもん絶対通られへん。即壊しの板で、どこだ、こん中はいない。ここら辺で2人爆発しとったからね。あ、1人やってるな。今ドカンってなったよね。ん？殴るわ、やっぱり。そうやんな。急に足跡消えたし。あ、あ、今のは絶対ミスったね。よっしゃ。よっしゃ。これはラッキー。黄色の窓。最強ポジのね。このラクーン最強ポジのとこに入ろうとしてミスった。あえて狙ってるな。しなやかな人結構近づいてきてる感じだったけど、そうか、ライト当てたかったんだ。よし、血の共鳴。あー、向こうの人も襲いたいな。そうかそうか、この人ラストやったから余計に。OK？ の、これは閉じ込めて、で、あー、そうか、しなやかな人やった。あー、血の共鳴聞いてなかったもんね、今怪我したから。だけど、あんまり逃げるとこなかった。よしよっしゃ。で、このしなやかな人もこれで終わりじゃないかな。終わりよ。オゲイ。あ、ちゃうわ。嘘です。釣り管理しっかり。ただこれで、あの人解放で抜けてたんやんな。ちょっと反応できなかったけど、今デビキンの声した気したけど、気のせいか。このゲーム長らくやってると幻聴聞こえるからな。レイスのグニョっていう音とかさ、なんかいろいろ幻聴聞こえるからな。あ、一番聞こえるのがあのパチパチパチっていう音ね。まあ、あれ幻聴ではない場合も結構あるんで、破滅かと思ったら普通の焚き火でした、畜生ってやつね。結構あるような、パチ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 。あ、よくなるわ、サバイバー。ああ、来た来た。デビキンの叫び声笑ってまうのよな。まあそら満パンになったらそれぐらい嫌やろうけど。そんなマップの端から端まで聞こえるぐらい叫ばんでも。ああ、これデビキン行きます。満パン決めたい。今のザリーナしないかな人のとこ行ってもよかったな。あっち側って特にチェイスポジなかったしね。ん？おお、これやれるぞ。 OK、 チェイス入った。1回2回 OK。
よーし、オッケイ。めっちゃライトくる。アーカイブか何かかな。今回あったっけ、ちょっと前のやつかな。うっそ、マジで。ちょっとお姉さん、さすがにそれは。アーカイブを優先しすぎてやらかしてまうことあるよな。わかるわ、気持ちは。そうなんよな。アーカイブとかさ、このパーク決めたいとかでやらかしてまうの、わかるわ。うん、さあ、じゃあこの人と図書館でぐるぐる追っかけっこして、こういうの意外と効くよね。大回りできるところでぐるぐる回ってると意外と稼げるってやつで、直してくる。えっ、よしよしよし、勝ったね。なの即また飛んで戻られてたら、かわされてたかな。1回2回で次飛ばない、ちょうど息が合いましたというところで全滅することができました。改めましてですが、リージョンとゴスフェ、本当に純粋強化なんでめっちゃ楽しみですね。また PTB とか来たら、ぜひぜひやっていこうと思いますね。血の共鳴も強化されるし、他も調整入るかなね。今んところ開発者アップデートに書いてあったのはそれぐらいかな。いやー、専用 BGM がいろいろ増えてくれたら、スキンに BGM が増えたりとかさ、デッドマイデイナイトの BGM 普通にサントラ普段ちょっと聴いちゃうぐらい好きなんで、なんかスキンと BGM、 なんなら BGM だけでもいい。それを DLC とかさ、あのオーリックセルで買う対象にしてくれたら、まあ深くながら買ってしまうけどね、俺は。あのフックのチャームにこれをつけると BGM が変わるとかさ、チャームとセットで売ってくるとか、なんかそんなんやってくれても全然ね、買っちゃうなと思いながら開発者アップデートを見ていました。アップデート楽しみにしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。